こんにちは。こんにちは。関西競馬エイト中です。北村です。いやー、選手は盛り上がりましたね。そう？盛り上がりましたよね。あまあ相手チームのファンの北村さんの前で申し訳ないんですけど、まあただね、野球もちょっとね、この通りちょっと阪神が日本一だったんですけど、競馬も実は結構盛り上がってて、うん、金曜日に JBC あって、あで土日で中央も結構重賞4つあって、うん、かなり見応えあるレースありながら、日曜の朝はアメリカでブリーダーズカップ、うんうん、で極めつけはオーストラリアで大盤振る舞いが大盤振る舞いされて、ね、5億円そうね、うん、ちょっとね かなりちょっとすごい面白いレースがずっと続いてですけど、うん、まあ、今週からまた G1 が戻ってきて、うん、日曜日京都でエリザベス女王杯ですか、うん、が行われるんですけど、もう今年というか秋はね、ちょっとリバーティーアイランドとかイクイノックスとかちょっと硬いレースが続いたんですけど、うん、今週はかなり混戦かなという感じのメンバー構成になってますけど ね、 どうですかね、超A級のね、リバーティーアイランドがジャパンカップ、そうですね、そっち向かうということになったんでね、ということでやっぱりね、牝馬同士、はい、でもまあ、あのメンバー的にはすごい馬券的にもね、うん、そうですね、充実してるというか ね、 ね、うん、面白くなりそうですけど、うん、早速どうしました本命は。僕はもうジェラルディーナ、ジェラルディーナ来ました、うん、去年買ってる馬でね、はい、平凡な予想なんやけど、はい、うん、やっぱりそのずっとボバの一戦級と戦ってきて、はい、あの有馬記念、宝塚記念、はい、特に宝塚記念はものすごいインパクトのある競馬をしてるし、ね、はいはいはい、本当にこう脚力勝負やったらまだまだ、うん、牝馬の中では、うん、抜けた存在であると、うんうん、いうふうに考えてます、ね、で調教も、はい、今日ね木曜日の追い切りだったんですけども、うん、はい、まあ、そういうことで本当ラストだけ反応確認するような感じでしたけど、うん、あのちゃんと体が整ってるからこその上がりの頂点やったと思いますし、はい、うん、あの斎藤調教師まだ若い先生ですけど、はい、ね、もう修羅場をたくさんくぐり抜けてる先生やから、うんうん、いい仕上げでは臨んできてくれるんじゃないかなと思いますね。僕はまあちょっと担当級者でもあるんですけど、実はずっと追っかけているマリア・エレーナの方にちょっと本命を打たせてもらいました。で今ねジュニアさんが言った通りジェラルディーンもね男馬と、まあ、揉まれてきたんですけど、マリア・エレーナも男馬とずっと揉まれてきて、うん、こっちの方がね、なんだろう、揉まれてきた、真っ向勝負しとるよね。ですよね。いや、なかなかね、うん、頑張ってるというか、ジェラルディーナ、ね、はい、ずるくなっちゃって、ちょっと後ろからの競馬しとるけど、マリア・エレーナ、常に成功で、ね、そうですよ、結構あの位置でね、うん、男前の競馬しすぎてね、ね、頻繁に返されとるけど、うん、ほんまにね、やっぱりきっちり競馬してる馬っていうのは、いや、そうですよね、力つけてきますしね、僕もあの印、はい、もちろん回しました。うん、まあ、おっしゃった通り、まあ、天皇賞の時もそうですし、うん、まあ、大阪杯でもね、あの差のないレースしてくれてますし、でね、ちょっとその超一流どころがちょっと出てきない、うん、今なら大チャンスだと思いますし、うん、でね、京都競馬がちょっと改修中で、実はちょっとそのエリザベス女王杯というかね、京都の2200っていうところが頭にありながら、うん、ようやく念願の今年開催で、うん、っていうところで、まあ、なかなかその大きいところ取れてないですけど、でまた三浦ジョッキーが乗るっていうのもね、なんかこう物語というかね、例えばドラマやね、でしょ、人馬ともにね、うん、こうちょっと揉まれてきてようやく大きな大輪の花を咲かすっていう、ね、全然違うレースだけど、はい、選手の、ね、ブリーダーズカップの、うん、はいはい、先行してね、うん、自分で競馬作って、はい、なんかこう G1 を取るためのこうプロセスを、ね、なんかね、三浦ジョッキー自身がこう踏んでいってるなっていうのをね、はい、すごく感じてたんで、そうなんですよね、ここはビッグチャンスですよね。そうなんですよ、うん、まさしくそのチャンスだと思いますし、うん、まあ、平坦コースもちろんね、ちょっと大きな馬でもないんで、うん、平坦コースも得意ですし、牝馬、うん、限定なら9割ですかね、3着内率来てますし、うん、ほんで1秒以上も負けたことないですかね、デビューからも。本当に、あの、勝ち切ってはいないんですけど、いや、本当に。僕は相手にね、430キロの馬がね、当たり負けせんと走っとるっていうのは、これは確かに、印打ってる。そうですよね、うん。ここまで来たらっていうところです、うん、前走もね、3着馬ですかね、アルゼンチンゼヒロ選手勝ちましたし、うん、タイトルホルダーとは同タイムの4着になるわけですから、うん、本当に男馬の超一流と、ね、ガチンコで、勝負しとるんで、うん、ちょっとこの手は、このチャンスはね、うん、あの逃さない手はないと思いますし、うん、意外にちょっと人気もそこまでと思うんで、そうそうそう、じゃあちょっと馬券的にも面白いかなというところで、うん、あの狙ってみたいなと思っております、はい、で、あの太鼓はね、ちょっとアートハウスにしました、はい、あのなんか
高校3年ですかね、阪神でずっとエリザベスやってたんですけど、うん、まあ、その時ちょっとやっぱ差し馬追い込んだが結構台頭してたんですけど、その前の京都開催の時はやっぱり結構前目の馬が幅利かせてたんで、うん、まあそうですね、まあ、ディビーナとかね、ちょっとどういう形の競馬するかちょっと難しいところもありますけど、うん、まあ、ハートハウスは結構前まできっちりした競馬してくれると思うので、もうこのまま力つけてきた印象ですし、うん、ちょっと前の馬がね、まあ、カッコつけるというか、馬券圏内には、しかも坂井隆成ジョッキーね、選手、やっぱり大活躍で、前に行かす馬だったら天下一品なので、うん、あの、鞍上乗り換わりも、全然問題ないと思いますし、うん、ちょっと前に行く馬が怖いなというところと、まあ、あとは注目されているのは、やっぱフレイジーベーグですかね、うん、これはちょっと強烈な足でね、マスクディーバがね、あの G1 でやっぱ2着惜しい2着というかね、すごいパフォーマンス見せてくれたんで、うん、それ以上の足というか同じぐらいの足見せてましたから、3歳馬でやっぱ怖いのはこの馬になるのかなというイメージですね、うん、ね、一番足はあるよね、まあ、最後来るでしょうけどね、確実に G1 でずっと頑張っとったから、はい、ただ一瞬のね、こうギュンと来る加速力っていう点ではね、はい、やっぱりうん、ブレディベーグの方が G1 を取る可能性は高いかな、ね、持ってますよね、なんかね、そういう足はゾクッとするのがね、はい、うん、だからルメールちょっとね、あとゲートですっていつも言ってますけど、うんうん、やっぱスタートが鍵には握ると思いますけど、うん、4回つこうって4回遅れてんだな、うん、なんか、うん、ジョッキーもちょっとなんかちょっとダメとか言ってましたけどね、3回続けて遅れるやつはセンスがない、そうですね、だからこれは5回も遅れるやろから、ね、うん、これね、ラストの決め足ってどこまで差し込めるかですよね、そういう感じですよね、うん、でも本当怖いというかね、うん、能力的に ね、まだ4回しか使ってないでこんだけ走れるんですからね、うん、ちょっと末恐ろしいですよね、初めてオープンチャレンジで押し込まれて、うん、はい、出遅れるは押し込まれるわで、それをすり抜けてね、まあ、こじ開けて伸びてきたから、そうですよね、相当な脚力はあのレースレコードやからね、そうですよね、うん、対応力がすごい、いやそうですね、うん、ちょっと恐ろしい馬になる可能性ありますよね、うん、なんか注目してるもん、僕はディビーナがどう乗るかはすごい興味がありますね、いやほんまそうなんですよ、引っ放しのペーバースタのはプラスに出るのかどうなのか、はい、うん、ただね、京都でやる G1 やることで、うん、やっぱみんな動きづらいところはあるんですよ、はい、これ前へ行かれると、ね、そうですよね、でこの馬が大逃げっていうか、ちょっとこう、うん、あ、前回の府中牝馬みたいな逃げ方されたらみんなかなり競馬しづらくなると思うから、そう、ね、そういう点でのこう怖さはディビーナは、うん、前回結構聞いてますよね、前回のあの競馬をしたことによってこの馬のね、なんかこう怖さがね、うん、ありますよね、見えたなと思うんで、いやそうなんですよね、うん、ちょっとこの馬出方ほんま気になりますよね、す、うん、はい、まあだから本当ノリアクさんの思惑がすごく働くレースになったと思います、うん、そういう面でもね、うん、ちょっと面白いですよ ね、うん、はい、まあちょっと最初にも言いましたけど、ちょっと馬券的にはかなりね、ワクワクするようなレースになりそうなんで、8頭ぐらいピックアップして3連複のボックスとかこうてね、食べ来いみたいな、それぐらいの買い方、いやいや、もう全然面白いと思いますよね、だからちょっとその馬券を握りしめてね、うん、まあ、せっかくですからちょっとね、競馬場にも来ていただければ、土曜日はあの熊沢さんの、あ、そう、それも大好きなんでね、まあ、競馬はこれ日曜日だからね、いやまあね、デイリーハイもありますし、そうですよ、いや、はい、そうです、まあ、ちょっとその盛り上がる秋冬になってきますからね、うん、競馬が、ぜひともちょっと競馬場の方に足を運んでいただいて、生でね、観戦していただけるのはどうかなと思います。今日はこの辺でいいですかね、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい。